新しいピアス。8月のラッシュのサブスクリプションボックスが届いたんですけど、今日すっごい天気がいいので8月のボックスがすごい夏らしい明るいものだったので、せっかくなのでお庭で撮ろうかなって思いました。すごい綺麗。じゃあ開けていきます。メッセージカードが入ってた。すごいサリグラフィー風な感じがいいですね。じゃあまずは今月のお花。今月のお花は夏らしいひまわりです。小さなひまわりだ。早くお水につけてあげよう。マスク、今月のマスク、お花がすごい乗ってる。今月のマスクです。フェイスマスク、スキンスージングポリッチ。ポリッチってことはなんかオートミールとかなのかな。お、すごい、すっごいいい香りだこれ。何の香りか言葉じゃ表現しづらいんですけど、ラベンダー、ハニーサックル、エルダーフラワー、カモミールも入ってるし、サンダルウッドのオイル、ローズオイル。結構リッチだねこれ。すごい肌荒れしてる時とかにすごく良さそうな感じ。早く使いたい。そしてこれ何？洗顔？これなんだろう。ちょっと後で見てみよう。これすごい本物のアロエだ。すごいチクチクする。これ皮むいてその中身を顔に塗ってくださいみたいな感じだね。すごい。そして iPad、 今月の iPad は太陽の形になってる。はい、あ、かわいいニコニコちゃんだ。ニコニコ太陽、かわいい。そんなに香りは、これといった香りはないですね。で、これ多分スクラブかな。ボディスクラブっぽいですね。ちょっとこれ出して、あ、さっきのアイキューブじゃなくてトナーだ。トナー、へえ、なんか冷たくして顔に塗るんだ。あ、はいはい、フローズントナーね。すごい。ラベンダー、ハイビスカスも入ってる。カモミール、ローズ、良さそう。で、これフェイスマスク、アロエベラリーフ。これすごいね。サニーデイズ、これが iPad、 iPad、 アロエ、カラギーナ、アロエとカラギーナの iPad と、ゴールデンバナナ、ソルトスクラブ、バナナ、オートフラワーとバナナだ。あとは、あ、さっきの、これ。これね、これは、ソープレスソープ。
ソープレスソープっていうことはなんか石鹸措置とかが入ってないのかな。コーンスターチ、タルク、フェアトレード、シアバター、ラベンダーオイル、カモミールブルーオイル、ティーツリーオイル。結構さっぱりしてる感じか。今月のお気に入りは断然これでしたね。化粧水フローズントナー、これ本当に良かった。香りもいいしで、さっぱりするけどすっごいサラサラになる。肌が乾燥してるとはまた違うくて、これ本当に良かったですね。あとでもマスクもね、ちょっと使ってみてどうなるかインスタグラムとかで更新したいと思います。アロエね、どうしよう。私結構そういう勇気ないんですよね。こういうアロエを剥いて肌に塗るみたいな、ちょっとねそういう勇気ないんですけど、せっかく入ってたのでやってみます。これは旦那さんに使わせようかな。ティーツリーとか入ってたし、体洗ってもいいし洗顔にしちゃっても良さそうな気がするんで使わせてみます。そんな感じで8月のサブスクリプションボックスでした。来月9月が私の誕生日月なので、どんなものが来るか楽しみにしてます。それでは